画面の前の皆様、こんにちは。ベルクラでございます。やっていきましょう。ラストイヤー。チャプター1のアフターダークとなります。学園バイのデッドバイデイレイトを見に来てくれてありがとうございます。このゲーム、デッドバイデイライトさながらなゲームでございまして、学園生活があるモンスターたちに脅かされ、そして、学園フレンズを連れながら、この学校を脱出しようじゃないかという、学園サバイバルホラーゲームでございます。さて、私は、救急キットを持ったマドンナとなろう。しかも黄金の救急キットだ。Just a few more. スクラップをゲットしていきましょうね。そして、この学校からおさらばする。今回はベルタワーと言われるマップなんですけども、最後、この高いタワーから脱出しなきゃいけないので、結構怖いんですよね。この中にね、結構あるんですよ。上にもあるんだよね、スクラップ。これを集めてアイテム作りまくるぜ。で、そのアイテムを使って、殺人鬼を懲らしめてやろう。まずはパープ爆弾。これを食らわせることによって、一気に体力を削ることができます。殺人鬼。で、味方のね、回復もこうやってガンガンできるので、まあ、サポート役、まあ、ヒーラー、学園のマドンナ、癒し系マドンナ。うん、癒したいよ、男の子。美しいものは好きですか、皆さん。この辺ないか。雲が湧いてんな。大嫌い、雲、ほんと。ほんと雲大嫌い。あ、ありますね。やばい、そこ。いるわ。なんかいるわ、なんかいるわ。そういう丸の中に入らない方がいい。殺人鬼が一撃でキルしてくるポイントなんだ。大丈夫か、大丈夫か。大丈夫。オッケーオッケーオッケー。あの子は援護し、あ、罠あるね。この辺いるね。いい回復しとくよ。雲に噛まれちゃっただろ。下か。このボンベでバーナーを使って焼き切ります。先に言っときましょうか。怪しいな、これ。取ってみるか。オッケーオッケー。よしよしよし。よし、そこね、危ないよ。一撃で死ぬところあるから、ちょいちょい。黄色い丸印でね、書いてあるとこそこなんですよ。これね、危ねえんだよな、これ。これ、かからないようにいかないとダメなんだ。忍んでる場合あるから。こっちから行きましょう。ん？トラップがある。っていうか、殺人鬼全然見ないんだけど。どこにいるの？誰なの、殺人鬼。4体のうちの誰かなんだよ。雲ってね、実は巣から破壊することはできるんですけどね。パンチだと微妙なんだよ。おぉ、いるいるいる。よし、ダメージ与えたか。ダメージ与えたか。ちょっとしか当たらなかったな。ありがとう、ありがとう。お互い癒し合う。隣で殺人鬼が。隣で殺人鬼がまずい。ほれ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 、回復しといて。どう？癒し系マドン、癒し系、いって。この野郎。癒し系マドンナをなめんじゃねえぞ。ちょっと待って。これ作る。電撃食らわしてやる。マドンナのしびれ、ダーチャー！マドンナの、このしびれ、美しさにしびれときな。そういうことだ。そして自分も治療。ああ、来た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 。お互い癒し合うか。そこのターバンに。ありがとう、ありがとう。回復、イケメンを回復、イケメンを癒す。どうだどうだ、このホットパンツ、このホットパンツに癒されろ。何を言ってんだ、本当。今回もう癒し系ですから。そしてこの魅力で相手をしびれさせるというね。やっぱ美少女、学園のマドンナだからこそできる技なんだよね。
あらよ。本当回復量増えたよね。まず。やめんか。ほら。癒す。癒してく癒してく。楽屋。癒せ。その男子冷やせ。ターバンを癒す。オッケー。いい戦いしたね。癒してあげよう。私が後でバレンタインチョコをあげようじゃないか。そういう時期過ぎてんだけど。いや、これがね、ヒーラーって重要なんですよ。癒せるか癒せないかで、人間関係で変わってくるから、ね。やっぱモテる女性って相手を癒せるかどうかっていうかあるよね。単純に私の趣味か、むしろ。顔というよりなんか癒しっていうところがあると思うんだよ、ね、私は。何か他にも殺人鬼がもう入り込んでるぞ。このタワーにもう入り込んでるぞ。大丈夫か、いるぞこれ。足跡があるもんね、下に。上かな、上行ったかなこれ。おの男いる。ちょっと作る。私の魅力にしびれな。行くぜ。どこ行った、この男。上にいるな。いや、この上に潜んでるでしょうね、おそらく。あ、そう、ここ電気の方がいい。いざ来たら私に任せろ。魅力をね、見せつけてやりますよ。雲いすぎ。なんだこの量。やべえ。誰か、バルさん用意して、来てる。まだ、みんなが揃ってる時に、私の魅力をね、指令させるから。大丈夫か。よし。どんどん。あ、もうオープンした。もうゴール行かないと1分で閉じてしまうからね、これ。急げ。よしゲート見えてきたぞ。いける。みんな来れるか。最後私の魅力出そうか、しびれさせようか。大丈夫か、来ないか。入っちゃいますよ。そういうことだ。こうやってね、ていうか、マドンナ3人もいたんかい。マドンナ、マス寿司。マドンナ3人もいたんかい。ちょっと短すぎるのでね、次の動画につなぎたいと思います。画面の前の皆様、こんにちは。ベルクルでございます。見てくぜ。今回はオタク少女で、やっていきましょう。テクニシャンっていうね、クラスで来てるので、この工具箱を使って、発電機はやりませんよ。追いかけましょう。さて、私が今回やらなければいけないのは、ドアを塞いだり、床の落とし穴を塞いだり、クレイモアを作ります。おお、いるやんか。暗いな。あれ？え？うわあ！びっくりした。連れてからだ。ああやってでかい子が下から来るんですよ。やばくないですか？死に方が。まあ、メメントみたいなもんや。おお、ナイス火炎瓶。ああいうね、火炎瓶持った人が燃やして、徐々に、殺人鬼の体力を減らしていく。私、あ
もう復活させてくれますね。オタクっ子が、オタクっ子が。やばい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 、まず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 。すーげえ出してんな、あれ。あの毒液出すぎじゃない、あれ。なんなの、あの出方。お、もう、その間に、あそこガスバーナーやってますね。まずまずまず。これがヒーラーです。イケメンの癒し系でしょうね、うん。で、これがファイター。オタクショップ。オタクっ子がね、毎回助けに来てくれるんだけどね。頑張れ頑張れ頑張れ。殴ってる殴ってる。倒した？いや、倒してないな。私をね、みんなが助けようとしてくれてる。あー、破裂する破裂する破裂する。これもね、3でかなり体力削られるんですよ。ありがとう。大丈夫、起こすから。すげえな、50くらい削られたの。よし、今度こそやるぞ。今度こそやってやる。みんなの役に立ってやるからな。学園のマドンナが今回攻撃したりするわけだね。オッケー、ファイターになってるわけだ。で、このメガネを守りながら行きたいところです。ガソリン入れてますね。これを2回やらないといけない、うん。あー、癒し系がファイ、癒し系がイケメンだから。おおお、まずまず。ナイス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 。これで減らしていく減らしていく、体力減らしていく。地味に地味に消えたか。やばいな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 、これ。これどうしようどうしよう。ちょ、みんなと合流しよう。これ今3人しかいませんね。これで一応ガソリン2つやりました。で、次にやらなくちゃいけないのが、なんか探さないといけないんだよ。そう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 。やばい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 。一回引こう一回引こう。置いとくわ。向こう側で生まれてますね、味方が。これを助けてあげないといけないんですけども。雲をまずは冷静に対処だ。うわ女の子にすることか、それ。やばいんだ。どんだけぶちのめされてんの、これ。キリストみたいになっとるやつ。もうすげえ神々しく死んでるよ。こんなね、死に方するんですよ、皆さん。やばくないですか、このメメント祭り。なんか、次のキラーのやつも私、食らいそうな予感がするわ。あ、ホットパンツ。開けてくれたね。来てる、来てる、来てる。ナイス、ナイス、ナイス、ナイス。いや、もう次はね、私ね、そんな情けない姿をね、晒しませんよ。任してください。来るんじゃないか、来るんじゃないか。開いたな、来るな、これ。ナイス、よしよし、任してくれ。絶対私が役立ってやる。ここは任してくれ。ここで、ここでクレイマン。入ってきたら、これ。入ってきたら、あのクレイマンで爆殺してやるわ。任せろ。来ないか来ないか、来るか来るか。まずまず向こう行ってるわ。待て待て待て。これでおびき寄せましょうか。これ違うな違うな。こっちにこっちに来るから、こっちに来させて、あのクレイモアでダメージ食らわせるから。あれ、どっか消えたな。マジか。通しません。
向こうから来い。おびき寄せてやる。こっから来んのかい。待て待て。それを通しません。これをやってるとね、通れないんですよ。これがかなり重要なんですよ。すぐね、嫌ってこっちに来れないから、これで。で、今のうち助けたでしょ、後ろの人が。これ重要です。で、こっち側罠をね、仕掛けてあるんで、来れない。どっちにしろね。こういう戦略的なことを私やりたかった。メメントばっか食らってたけど、もう任せてくれ。今のうちに、ここでアイテム、漁ります。雲にタレットを任せておきます。違う違う。タレットは雲に任せておきます。違う違う。タレットで雲を任せておきます。何言ってんだ私。あ、焦ってんな。よし。これで OK。あれ？クレーモは食らわなかった。置いとく。大丈夫。ナイス。タレットも効いてる。よしよし。オッケー。罠かい。俺は殺人鬼がね、仕掛けたね、毒ガス、おならです。よし。これで、このリフトを動かして階段を作ります。そして逃げますよ。次のキラーは何が来るのかが結構重要だぞ。まずはここ全部取って、アイテムを作る。何が来るんだろう。ああ、もうちょっとで解放射器作れるな。ないかな。解放射器作れないかな。ああ、1個ある。ああ、いいね。あるね。これどうだ。よし。やってやんぞ。この火炎。2人。まずい。この人起こす。ほら、燃えとけよ。ああ、もう解放射器なくなった。ここに置いて、タレット置いて、急げ。味方の矢軍立ってみせる。戦う手段がないぞ。タレットの、よしよし、タレット反応してる。まずい。これまずい。だいぶ減らしてる。オッケー。あれ、復活させるか、今のうち。で、ここ塞いでから復活させに行きます。飛べないようにしてね。今行くぞ。任してくれよ。このボスロリ女に身を任せろ。よし。これで行きましょう。合流しましょう。来るかな。うわ、仕掛けられてんな、罠が。下に生まれてますね、味方が。なんで死んだ今、なんで死んだ今、な、なんで死んだ。結構削られてた。即メメされた感あるんだけど。マジでやばいな。この時間あと2分半ぐらいしかないよ。これ、早くバブルを開けて、もう門を開通しなきゃいけないんですよ。で、門開通すると1分しかない、猶予が。その間に私助けられなかったら、もう生存できないんで。もうこれ結構濃厚だな、私ダメなの。
黄色い服着きやがって。黄色い服着やがってよ。あー、これ私復活できないかな。あと3秒で復活します。リスポンします。え、今それ当たんの？OK、 助けてくれる。よしよしよし、任せろ任せろ、やってやるぜ。もうクレーマーしかないわ。これぶっぱするしかない。でもうね、時間がないんですよ。1分、もうこれバブル開けても1分なんで、もうすぐ、あ、開いた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 。もう行くしかない行くしかない。ここに置いとくわ、下に置いとく。もうこれやります。もう1分切っちゃう1分切っちゃう。さあ始まるぞ。これはやばいなー。いけいけいけ、カウント始まったよ。カウント始まった始まった。急げ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 、あと40秒。はいはい、この辺にね、来るよ来るよ来るよ、来てる来てる来てる、後ろ来てる後ろ来てる後ろ来てる。まずまずまず怖すぎるやべえ、メメント祭りされたやべえ、これこんな恐ろしいゲームだとはな。そんなわけで、ね、よかったら評価の方どうぞよろしくお願いいたします。それでは皆さんの夜ゲームライフの方に乗っております。ベルクラでございました。お疲れ様です。チャンネル登録は PC の方は画面のアイコンから、携帯機器でご覧の方は下のチャンネル登録ボタンの方からどうぞよろしくお願いいたします。そしてベルマークを押すとライブや動画アップ時に通知が行くようになるので、見逃したくない方はオンにしてみてくださいね。